が止まり扉が開くと僕らは行列を作る無気な顔と隙だらけの背中で通りへ届く真剣な状況にただ笑う君のアメリカンはコーヒーだけじゃなく今に始まったことじゃない綺麗な服着て綺麗な店で美味しいものを食べてる君はみんなと全く同じに僕らは光に集まり都会を作ったそしてビルの陰でチャンスを伺いながら幻のようなバグトの公園で膝をすりむきながら自分たちの未来を切り刻む大人たちを睨みつける遅すぎる足と腕を振り回しセントラルパークのダンサーたちは労働者階級ヒーローを目指し借り物のフィフティーズにステップを揃う自分の額の汗に酔いしれる僕らは光に集まり都会を作ったそしてビルの陰でチャンスを伺いながら幻のような半端な夢を見続けるそしてビルの陰でチャンスを伺いながら幻のような半端な夢を見続けるイリュージョンインデスえー、実はね、先々週だったかな、すごいね、俺楽しみにしてたイベントがあってね、ギター持って行こうと思ったら、関東に大暴風雪が来て、まあ、確かに俺は雨男だけれども、とにか
関東はね、もう普段雨、雪とか慣れないから、雪が5センチとか積もるとね、もうパニックになるんだよね。で、結局中止になってね、残念ながら行けなかった。そして先週、俺はライブを予定してたんだけども、大暴風雪が来て2週連続でやってきてしまってね。確かに俺は雨男だけれども、また中止になってしまって、本当になんかちょっと今腰砕け状態だったんだけどね、ようやく今日はね、ライブがね実現して、本当に嬉しいんだよね。でね、実は今日さあ今日は歌うぞと思ってね、もう気合いたっぷりでね、家を出て、今日は飛行機で来たんだけども、飛行機に乗って、飛行機が滑走路の、先っちょまで行って、さあ出発するぞっていうところで急に出力を弱めて、あれどうしたんだろうと思ったら、パイロットの人がアナウンス、機内アナウンスで、一つ前の飛行機に鳥がぶつかったので、しばらくお待ちくださいと言われてね、バードアタックか。そんなわけでね、本当にまさか来れないなるかもしれないと思ったんだけど、ちょっと遅れたけど、ね、今日来れた、よかった。アナザードリーム、今まで何度もやってきたんだけども、さっき楽屋でスタッフとちょっと話してて、そういえばこのステージには俺はバンドでやったこともあるし、前のアルバムブラックスっていうバンドでもやったし、今のワンダーフォーでもやったし、それからワンダーフォーのメンバーの、バイオリンの伊坂舞子とか、からギターのマーシーとか、からベースの天心に対してとか、このステージに立ったことはあるけど、あれ待ってよ、もしかしたら俺一人でここのステージに立つの初めてかもしれないなと思って、調べたところ、初めてでした。今日は、初めて、このステージに一人で立ってるわけです。初めてだからね、一人だから、もうとにかく何でもできるからね、自由に今日はいろいろセットリストを考えてきた。すごく、懐かしい歌から、一番新しい歌まで、やると思う。最後までくれた人だってね。She's raving, so scrambleを右に曲がってくる。初めて彼女と会った店があるんだ。クラブバンドはいつもの薄付けな曲を奏でていたけ。彼女は大詰めを突き口ずさんでた。長い髪をしてた。でも切ったかもしれない。夜からもう長い時が過ぎているから、踊り続けて人混みの中で彼女を見失ってから、探し続けてるこの街中を。Let's go.
小さく読み書き髪が回る瞳が揺れる受話器が落ちる踊り続けてる人混みの中で彼女を見失ったから探し続けてるこの街中を Cruising in the streetギターなんだよ、ギブソンのね J45 というギターで、ね、このギターはね高かったんだよでも頑張ったんだ俺このギターはねギブソン J45 ザ59っていうギターでね、
1959年製の、ギブソン J45 を忠実に、復刻した、限定版のギター、まあ、ギターを弾く人だったら分かると思うんだけども J45 というのは非常に特別な、ギターだね。俺はねデビューしてすぐの頃に、さあ俺もこれからプロとしてデビューして頑張っていくんだということで、マーチンの D28 っていうのがあって、当時はまだ1ドルが200円くらいの時代だったから、非常にバカ高くて36回ぐらいに分けて買ったような気がするんだけど、それからね、2000年ぐらいに、ギブソンのダブというギターがあってね、そして、去年この念願の J45 ついに買ったわけさ。ギターというのはね、こう弾けば弾くほど、いい音になってくるので、多分このギターね、まだちょっとこう音がなんていうのかな、若いっていうのかな、そんな感じなんだけども、これからきっとすごくいい音になってくるんで、このギターが、成長していく過程を、ぜひ皆さん、目撃してください。ギターというのは、その俺は常日頃から女性だと思ってるので、必ずギターを買ったら名前をつけることにしております。今まで、マチルダとかキャサリンとかシャルロットとか、シャルロットってなんかちょっとフランス系だったりとかするんでね、まあギターアメリカ製だったりもするんだけど、このギターの名前考えました。このギターアンシーって言います。これからもよろしく。次はね、新しい歌で、一つになりたいという歌。そう、こっちは雨だよ、そっちはどう、ブルーグレイに空が霞んでいるよ、じらじらと日々が過ぎる、君がいない日常をただ塗りつぶしてる、こないだあんなに何度も抱きしめたばかりなのに、こんなに熱く君の裸を思い描いて、
そっちも雨が降り出したの。それじゃ窓を開けて同じ雨の音を聞こうよ。Yellow Center Line
今までいろんな、ミュージシャンと、ジョイントというか、一緒にステージに立つということを、やってきたんだけども、今年の1月にね、俺は斉藤哲吾さんという方と、一緒にステージに出たんだよ。知ってるかな、斉藤哲吾さん。俺の時代で言うとね、吉田拓郎さんの、オンステージ友達っていうライブ版があってね、それを聞いて、その中にね、あのされど私の人生っていう、斉藤哲夫さんの曲を、拓郎さんがカバーしてて、それで知った口なんだよね。そうだな、バイバイグッバイサラバイとかグッタイミュージックとかね。今の君はピカピカに光って俺たち知ってるかな。とにかくそのこの年になって斉藤哲夫さんとジョイントできるなんてね、俺としてはものすごくこう光栄でね、でアンコールで、ぜひ一緒にセッションやらせてくださいって話をして、二人で一緒にやったりしてましたね。すっげえ嬉しかった。ぜひまたね、斉藤哲夫さんとは一緒にやりたいと思う。斉藤哲夫さん多分、大阪にも、しょっちゅうライブで来てると思うんだよね。ぜひ見に行ってほしいと思う。63歳の、現役のシンガーなんでね、俺も大好きな人、もうね、俺自分のライブが終わってもうすぐ客席に行って、客席で斉藤哲夫さんもずっとライブ見てたんだけどね、なんかね、あ、なんか伝説が歌ってるみたいな感じのね、そんな感じですごい感動してもう見てたんだよ。東京ではね、一度、カバーしたんだけど、斉藤哲夫さんの曲を一曲今日はカバーしてるんだと思う。俺が初めて聴いた、されど私の人生。もうどうでもいいのさ、つまらぬことは考えないで、そこからの道を急ぐのさ、それが最も肝心さ。長く暑い一日が終わり、振り返る時は全て灰色に、心の中は荒れ果て尽きて、先を見ることさえ苦しみ覚える。変わる変わる目の前が、変わってそれでおしまいさ。されど私の人生は、されど私の人生は、幻の道はいくつにも分かれ、どのように行くべきかさあどかぬ私、ただひたすらにレールの上をまっすぐに進み行けばと思うのだが、一時停車を試みてみたが、冷たい風は私の中を狂気のごとくさまよい歩き、果ててこの世を去ることのみ、変わる変わる目の前が、
ってそれでおしまいさ。されど私の人生は、されど私の人生は、3月ね、デビューして30周年を迎えたんだ。その30周年の、ちょっと前か、去年の1月に、ここでバンドライブをやったね。で、その30周年に合わせてね、記念して、俺生まれて初めて の, その刺繍を、出版したんだよ。親の旅路、全刺繍、旅をすること。今まで書いてきたね、115編の、詩を、アルバムとかのくくりを一旦全部ばらして、4つの、章に、区分けした。そしてそれをね、4つの季節に、表すことにした、4つの季節、まず冬から始まることにしたんだよね。冬は、出発の時、そして春は、青春と、春巡の時、つまり、まあ、迷いながらも突っ走る時、そして夏は、迷いを捨てて、戦う時、最後の秋は、実りの季節、再生の季節、そんな風にね、4つに分けて、本を作った。これがその本でね、そうだな、欧米のペーパーバックサイズっていうのかな、日本の文庫本の2枚ぐらい大きいサイズ。この本を持ってね、本と一緒に旅をしてほしいと思ったので、旅をする言葉というタイトルにした。刺繍に関してのね、新しい Facebook とかも作ったので、ね、ぜひちょっと覗いてみたいと思う。今日はね、せっかくなので、この刺繍から、詩人よろしく、ポエトリーリーディングをやってみようと思う。汚れたバスケットシューズを、朝から大阪へ向かうために僕は新幹線に乗ってるところ、外は雨で夢を見てた。思い出すこともなかったあの頃、懐かしい友達の顔が笑ってる。僕もその中で笑ってる。時代はゴーゴーと過ぎ、涙がガラガラと崩れ、僕らは風の音に耳を澄ましてた。ケンジはいつもニコルソン気取り、誠はギャランで3度目のメンテイ、サチコの恋人はテニスのチャンピオン、そして僕はギターを抱いてた。世間のガードレールに並んで腰掛けて、通り過ぎる日々をただぼんやりと眺めてた。僕らは偉大な例外になるつもりだったんだ。いつも汚れたバスケットシューズを履いて、抱きしめ合ったり殴り合ったり、熱くなったり冷めたりしながら、同じことに頭にきて一緒に雨宿りをした。二度とキャンパスに戻るつもりはなかった。鍵だけ持っててドアのありかを知らず、問題は少ししかなく、答えは一つもなかった。恋をむさぼり、擦り傷程度の絶望にうなされ、そして夢だけで生きてた。社会に放り出されるまでの執行猶予の毎日、でっかくて単純な野心とか未来とかにうつつを抜かして、
季節が変わるたびにその欠片をポトンポトンポトン落っことしていた。見よう見まねじゃ大人になれなくて、こんな暮らしがいつまでも続くはずがないと互いの笑顔の奥を覗き込んだ。いつも汚れたバスケットシューズで走った。目が覚めると大阪の街だった。空は真っ青、僕はあくびを一つ。なんでこんな夢見ちゃったんだろうな。柄でもねえやと一人で笑う。あいつらと別れてからは勝ったり負けたりの毎日、あいつらも売ったり買ったりの毎日を送ってるようだ。今さら互いを思い合ったりなんかしないけど、今も夢を確かに信じてる。髪の毛だけはニコルソンの源氏、誠はでっかい会社をぶったれた、幸子は一人で花屋をやってる。そして僕はまあ相変わらずだ。振り返るには遠すぎる、懐かしむには早すぎる、悲しむには天気が良すぎる。いつも汚れたバスケットシューズを履いてた。窓から忍び込む月が君の肩と、シーツに流れる髪淡く照らしてる。そんなに優しく欲しくなるから、ネジの切れたオルゴールのよう、街はゆっくり静まり始めた。 My love 背中合わせ、見ていた夢は My love 瞬きの一瞬、 My love 消えてしまった。シャドウMy love 孤独な夜を
my love たどり着けるのだろう。俺たちもう天使じゃないけど、そんなことは気にしちゃいけない。 My love 孤独な夜を、 My love いくつ数えれば、 My love 孤独な夜に、最近はあのライブを、やれるようになってね、もう全国あちこち行くようになったんだけども、おととしかな、俺の、ふるさとの熊本の、お寺でライブをやったんだよ。なぜそのお寺でライブをやったかというと、うちの実家がそこの檀家だったから、でそのライブが終わって、それからしばらく経って、ある岐阜の中東寺というお寺の、ご住職から連絡をいただいて、ぜひともうちの、寺でもライブをということで、去年やってきたんだよ。岐阜海津市っていうところにあるね、中東寺っていうお寺、そのご住職がずっと前からその俺の歌を聴いてくれてるらしくてね、で、もういっぱいうちの、あの檀家に声かけますからっつってね、どうですかってもう嬉しいですねなんて話をしてて、本当にそのお寺に行ったら、座布団が140枚並んでて、本当かなと思ったら、その140枚が全部、ね、老若男女で埋まったんだよ。すごかったよ。まあ老老男女に近いのかな、どっちかといえば。すげえ盛り上がってね、最後おばあちゃんとかノリノリで拳振り上げてね、すげえおばあちゃんファンキーとか思ってね、すごいよかった。その時はね、バイオリンの、最近よく一緒にやってるベシコっていう、磯部舞子っていう、バイオリニストと2人で行ったんだよね。これはいいぞってことで、ぜひ、このお寺ライブはこれからシリーズ化したいなと思ってね、じゃあ俺たちの2人でユニットで、あのユニット名つけるかって言って、ザ・ボンノーズってのはどうだって話をしてね、じゃあ、では新曲を聴いてください、ネバンへの道とかね、それからいろいろ考えてて、で、あの打ち上げやってて、ぜひまた、来年もよかったら来てくださいって言われて、あ、もうぜひお願いしますって、つい、最近その、中東寺のご住職から、また連絡をいただいて、今年もぜひやってくださいって言って、そのお寺だけじゃなくて、そのご住職 の、 あのお友達のご住職もなんか、その時々のライブにいっぱいいらしてて、もうご住職がずらり並んで拳振り上げてんだよね。俺たちは密かにその彼らのことをあのジ・オショーズって呼んでたんだけどでね、今年はその中東寺だけじゃなくて、岐阜のもうちょっと北の方にあるお寺で、ライブやることになったんだよ。お寺ライブツアー、やりますよ。これ全国に広げたいね、ぜひ。あ
今日ご住所の方とかいらっしゃいませんか？あなたのお寺でも歌います。これ本当はねまだ内緒なんだけど、言っちゃうとね、5月31日の土曜日と6月1日の日曜日、岐阜県のお寺で、ライブやります。岐阜は遠いか、飛騨高山とかに観光するついでにぜひ遊びに来て、140枚の座布団が埋まるところを目撃しに来て、もうね壮観だから。She's
かに目を伏せる光が降る光が降る様々に色を変え強くなれるよ強くなれるよ光が降る光が降る様々に色を変え夜空を染めいつまでも降り続く
Thank you.鎌田博之という、スインガーがいるんだけど、知ってる？俺はよくその鎌田博之とはね、一緒に、全国歌旅っていうシリーズで、ライブやってるんだよね。で彼がね、東京の阿佐ヶ谷というところに、アコースティックライブバーというのをオープンして、で俺はね、ほぼ毎月、まあ友人のよしみというか、毎月、欠かさずほぼ欠かさず出てるんだよね。で、なんていうかな、まあちっちゃい、場所なので、なんていうのかな、こういろんな出会いの場として使いたいなと思ってね。でいろんな、初めましてのスインガーとか、久しぶりのスインガーとのジョイントライブっていうのを毎月そこでやってるんだよね。例えばそうだな、元、俺がデビューした頃に一緒にやってたゴンクスっていうバンドの、ボーカルのムーニーとか、ベーシストのジンタとかね、あとそうだな、元子供バンドの、湯川東弁さんとか、センチメンタルス・ドラマスの中野徳光さんとか、まあいろんな人でやってて、来月だったかな、元 CCB って知ってる？ロマンティックなホンタラハンタの、関口誠君だったかな、彼とも一緒に今度一緒にやることになったんだね。その中でね、去年俺は三浦久志さんという人と知り合って、一緒にアーネスでライブやったんだよ。三浦久志さんという名前を聞いて、名前に思い当たる人は、かなりの、ロック好きだと思うね。ブルース・スプリングスティンとか、ボブ・ディランなんかの歌詞を、訳している、翻訳家、で同時にその70年代からずっと歌い続けている、現役のスインガーでもあるよね。でブルース・スプリングスティンの、訳詞に関してはほぼ、その三浦さんが担当してて、ついこの間、ブルース・スプリングスのハイホープっていう、アルバムが出て、ハイホープスか、それのね、訳詞とそれからライナーノーツを三浦さんが担当してるんだよね。でももちろん俺はそれ聞いて、見たんだけども、三浦久志さんもね、そのいわゆるもうずっと翻訳家としてそのブルース・スプリングスとはもう何度も会っていろんな話をしてライブを見に行ったり、アメリカに会いに行ったりとかしてるらしいんだよ。だまあつまりお友達ということは、言い方を変えればその俺の友達の友達がブルース・スプリングスティーンだよね。もうあとちょっとだぞ。でその、その三浦さんの曲でね、俺がすごく大好きな曲があって祈りの歌っていうのがあって、それをね俺がカバーした曲を、映像が、YouTube に、アップされてる。それからもちろんその三浦さんのオリジナルの祈りの歌もねアップされてるんでね、よかったらぜひ、見てほしいと思うな。三浦さんはね、そのもう68歳なのかな、非常にその深い不思議な、声をしてて、すごく魅力的な声をされてる方なんだよね。で今年また3月に、一緒にやることになってんだけども、その三浦さんが、ね、すごく好きだって言ってくれた、俺の曲をやりたいと思う。東京に行く機会があったらぜひそのハーネスにも寄ってあげて、多分鎌田がすごい暇そうな顔してすごさグラス洗ってると思うんで、皆さんが、すごく好きだって言ってくれたけどです。ひまわり。微笑むように揺れる写真、ゴム
三時には荷造りと化粧を済ませて日曜日にしかかぶらない帽子を深くかぶる彼女は部屋を出るときも笑顔を崩さない足早に階段を降りて歩き出すガソリンが水たまりに虹を作る道の向こうすすけ高い屋根が続いてる窓から差し込む工場の照り返しを浴びてその人は粗末なベッドにただ黙って座ってるたまり場の女たちのヒステリックな笑い声通りの向こう側から風に流されて聞こえる鏡の脇にピンで止められた写真の中ではにかんだまま色あせてる二人
さっきも言ったように俺は、去年の、4月、6日、30周年を記念したライブをやったんだよね。俺のパーソナルバンドの、ワンダーフォーって練習と、それから、デビューから2年間、アルバムを2枚一緒に作って、ライブ活動を、全国をライブ活動を共にした、ザ・コンクスが、スペシャルゲスト、ムーニー、シンタ、ロケットマツ、スマイリー、スマイリーとはね、もうよくしょっちゅうライブやってたんだけども、ムーニーとは、去年、一昨年か、すごく久しぶりにライブジョイントライブをやって、ジンタとも、何度かぐらいしか会ったことなかったので、ね、ロケットマツに至っては28年ぶりだったんだよね。ライブの途中でスペシャルゲストとして、コンクスに登場してもらった。なんかね、あの音楽のタイムマシンに乗って一気に30年前に、タイムトラベルしたような気分だったね。本当にね、1984年の12月に、ラストライブをやって以来、28年ぶりに一緒に音を出したんだよね。なんだろうな、そんなにうまいっていう練習ではないんだけども、なんかこう特別なしてることをしてるわけじゃないんだけど、その出てきた時のその空気がね、濃いっていうかね、もうなんかすごかったね。客席からのね、お客さんの歓声も半端なかったしね。なんかこうデビュー当時と同じ熱気をあの客席から感じたね。まあ、それだけだから、あのデビュー当時からずっと応援してくれてる人たちが今もライブ会場に来てくれてるってことだよね。多分今日もそうだと思う。本当嬉しいね。その時の模様もね、CD2 枚組全、21曲、それから DVD2 枚組全21曲、MC もほぼコンプリート。そして、DVD の方には、ボーナス映像として、横浜でやったアコースティックセッションでの、コンクスのセッションも入ってるんでね、後ろに置いてあります。そんなにたくさん作ってません。よかったらぜひ、帰りにちょっと寄ってみてね。ぜひ帰ってください。 OK! シャンソンが漏れてるぞ。して憂鬱ね、気持ちで目を覚まして、昨日の夜の崖ながベッドにうずきまってる。交わした約束はもう忘れ去られて、夢見ることも忘れた。街が動き出した。俺たちの夜の砦は壊されて、朝日に照らされた。俺はふらつく足で立ち上がり、生まれたばかりの街を歩き出した。いつもの夜が過ぎて、いつもの朝を迎え、俺たちここで生きて行かなければ、ちっぽけなカーニバルに乾杯。俺たちが掴んだ真夜中の真実は、始発電車に巻き込まれ輝きを失った。作り笑いを拒まらせ、一日が始まり、誰もが無責任な顔でエキストラを演じてる。通りに立ち尽くし、俺たちはため息交じりにただ夜を待ってる。今夜こそこの手に真実と報われる夢を掴むんだ。いつもの夜が過ぎて、いつもの朝を俺たちここで生きてゆかなければ、ちっぽけなカーニバルに乾杯。通りに立ち尽くし、俺たちはため息交じりにただ夜を待ってる。
今夜こそこの手に真実だ。報われる夢を掴むんだ。 No way。 いつもの夜が過ぎて、いつもの朝を迎え、俺たちここで生きてゆかなければ、ちっぽけなカーニバルに乾杯。帰らない嵐から。
食に襲われて本当嬉しかったな。俺は今度神戸、4月か、神戸、いつだっけな、いつだっけな、神戸来んだよ、行くんだよ神戸、4月6日です、4月6日、神戸のクレオールというところで、ライブやるので、よかったらぜひ遊びに来てね。いいよ、神戸は俺が押してどうする。ちなみにその、前日だったかな、4月5日俺生まれて初めての島根県でライブやるんだよ、島根県松江市松江は遠いか松江は遠いね。地下鉄の匂いがする、君はオイルの匂いがするよ。裏切られて二晩ずつ泣いた後、二人はこんな風に始まったんだ。最初に二人はベッドで愛を持ち寄り、で日陰を飛び出した。女は上手にダンスを踊った、男は上手にブルースを歌った。駅前で演説を30分聞いた後、金箱を持った女をからかった。郊外で紙飛行機を飛ばして、ネックレスを売り払い食事を済ませた。モザイクのような星空を見上げて、破れたポケットから小銭をこぼした。俺たちをどこかへ加えてくれないか、だけどそれから夜は花火のように弾けた。壁のポスターは警官に剥がされ、信号は赤の点滅を続けた。
錆びついた時計は新しい時を刻み続けてる。一つ二人を止めることなんじゃなかった。確かこの、アナザーブルームに、最初に出たのが2007年とか8年とか、すいませんちょっとざっくりですがなんかその辺からでずっとお世話になってるんだよ。毎回ねすごく、よくしてもらってます。アナザーブルームの皆さんに、大きな拍手をどうもありがとう。いつもちょっと客席を明るくしてもらおうかな。みんなの顔を見せてくれる？お、そんな顔してたんだ。ショータイム、一緒に歌ってね。続き
ディフレクション、俺は影を見失う。 This is showtime。 俺は夜のテロリスト。 This is showtime。 このままじゃくたばらないぜ。夜が明ける少し前、誰かが呼んだ気がして、立ち止まってみた時、ネオンが静かに消えた。 This is showtime。 俺は夜のテロリスト。 Yes it's showtime。このままじゃくたばらないぜ。 Yes it's a showtime。 俺は夜のテロリスト。 Yes it's a showtime。 このままじゃくたばらないぜ。ありがとうございます。ありがとう。